長三宝は、南宋、元、秋代に来た両洋不一周出身の同志、仙人。字は、君田から。妖名は善一。日本においては、蝶三豊とも表記される。伝説的な人物で、存在したかどうかは定かでない。しかし、諸持の根拠を明示して論証する、学問的態度である、交渉学の祖である、高想義が記した、を進む南坊氏名に。 超三宝のことを記録しており、その中で、内科圏の祖であるなどを記していることから、伝説は多いが、内科圏の祖として確かに実在したとする説もある。伝説では、少林寺で修行した後、武闘山で武闘派を作り、大局圏を創設したとされる。登場する歴史資料は、民史、三宝全集、高明雑記。 初心宗派相母、三随筆、順序よる超元素入り点アオト幼少の頃より、最地が抜群で、経典、歴史に精通しており、一度目に通したものはすぐ、暗証できた。体や耳が大きく、髭が、矛のようだった。最初に、壁落具白雲長老に指示し、人格を磨き収容を積んでから、全身経の同子級初期の教えを学んだ。 1314年、67歳になった時、下流新人に道教を学び不老長寿の術を得る。それから、法系近代館で道教を研究し、三法道人と称した。1324年を創造した。この成功により、千人となる。千人になった、長三法は、130歳の時に一度息を引き取るが、埋葬される段階でまた生き返る。 長三宝の名声は朝廷に伝わり、1384年、明の後部三角は137歳になった、長三宝を昇平するも辞退される。さらに1416年に、永楽三角が169歳の長三宝を昇平するが、またも辞退された。金井沢信教小説、神謙教のラストで、少年時代の長三宝が登場する。この時は、 少林寺の里支援の弟子、妖歌と出会い、左右互い長四通発達、しかし誰ての指導を受けている。その後、時代は一気に下り、意見と隆起の冒頭では、1337年に90歳を迎えている。長三宝は、武術の達人という設定で、自ら順位を、順様無国公、太極拳、太極拳といった絶技を編み出す。なお、 武藤七教という七名の弟子がおり、その一人である、張水山の息子が、伊天と隆起の主人公の長武期である。マスター・オブ・リアル・カンフー第一無限は1993年公開の、香港映画。現代は、対局調査に豊か。日本では、劇場未公開、ビデオ発売。ジェットリーが若き日の長三宝を演じた。2001年中国で放送された連続テレビドラマ。 全40話、超栄健が、超三宝を演じた。ありがとうございます。